E6557K17 編成です。公衆輸送かと思われてましたが、パンタグラフが上がってます。これは、出場後試運転という名目で改装をやると思いますね。これちょっと風強いですね。K17、 あっちが JR 貨物ですね。鼻に来るのが新車の匂いですね。結構いい匂いがします。 K17 編成、パンタもパンタグラフもちゃんと上がってます。発車までしばらくお待ちください。次は鎌倉に止まります。手ぶれは失礼。これが、車体間ダンパーと言われているものです。E656117 某国鉄車両を彷彿させるようなやつやってますね。ちゃんと音も鳴ってますね。電車はもう今生きてますね。電気もちゃんと通ってますね。やっぱ新車の匂いはいいですね。今さっき通ったのグリーン車、日なんですよ。ちなみにE657 と縁もゆかりのない場所であり、逗子でございます。結構斜めてますね。